前回ですね、公園で走らせた、RC カーはトルクが全然なくて、ちょっとした坂道でも止まっちゃってたんですよ。で、それをですね、ちょっと改善したくて、足回りのギアボックス全特化へ、ドライバー IC も全特化へ。で、上の、制御基板は全部同じものなんですけど、そういう、改造をしてみたら、このぐらいの坂道を、上り下りすることができるようになりました。で、使った、ギアボックスがタミヤの5速のツインギアボックス HE っていうものです。で、前回のモーターが130で、今回、ついてきたモーターが260モーターっていうタイプで、少し大きめで、形も違います。で、ギアボックスの中身も、だいぶ変わってきて、クラッチギアっていうのが中に入ってて、ギアボックスの 中で、すごい、大きなトルクが発生した時、ギアボックスが壊れてしまう可能性があると思うんですけど、このクラッチギアっていうのが一つ入ってて、これがあると高い、トルクが発生した時に、動力軸と、車軸を切り離すクラッチになってるんで、強い負荷でも壊れない、一応壊れないような機構になってるということなんです。だから結構ね、凝ったあのギアボックスで、制御しやすかったです。で、 DC モーター新しくしたんで、ドライバー IC も、新しくしました。で、 BD6211 で秋月で売ってて、この間使ってた低電圧とほとんど、値段は変わらないんだけど、最低の動作電圧が 3V なんで、3V は供給してあげなきゃいけないという、ドライバー IC です。なので、バッテリー電圧が 5V なので、 5V から 3V にドロップして、3V の電源を基板に供給して、これが IC とモーターの電源電圧として、供給されることになります。それで、その、ドライバー IC の回路図なんですけど、フォトカプラでグランドラインを分離はまず、前回と同じで、問題は、DC モーターの逆起電力の回生エネルギーが、電源ラインの方に溢れ出てくるんで、それをですね、キャパシタ2個で、引き受けて、余分なエネルギーを蓄えるということになってます。100マイクロファラットのチップ抵抗を2つ並列に並べて、その対策にしてます。で、その後ろに、ポリスイッチ、過電流対策の免実装のポリスイッチを、配置しています。それで、車体の方なんですけど、要はですね、その慣性モーメントをどれだけ小さくできるかっていうことで、回転がしやすくなるかどうかっていうところが決まってくると思うんですけど、それを決めるのがトレッド幅とホイールベース長っていうことになると思うんです。で、前回は、ギアボックスが一体型だったんで、トレッド幅を広げることができませんでした。で、今回の新しいギアボックスは、左右のギアを、分離して配置できます。なので、トレッド幅を自由に変えることができるので、これで、慣性モーメントの大きさも、コントロールできるので、以前より回転しやすくなったと思います。で、これ以前のギアボックス一体型の、トレッド幅が狭いタイプのギアボックスで動かしてるんですけど、これですね、サクサク回転しているように見えるんですけど、実はですね、これ直線である程度加速した後に、
回転ボタンを押すとキュルッと回ってくれるんだけど、停止しているところからはあまりですね、動いてくれないんですよ。で、要はその慣性モーメントが大きすぎて、停止状態から、サクッと動いてくれないっていう現象があったんで、DC モーターの、トルクがもう全然足らないっていうのがもうそもそもなんですけど、そういう現象があったんで、トレッド幅を変更できるタイプのギアボックスの方がいいなと、使ってて思ってたんですよ。で、今回の、分離できるタイプのギアボックス、なおかつ DC モーターのトルクが大きいものに変更したら、結構、よく、動いてくれるようになりました。それで、あとですね、これ旧型の、前に使ってたギアボックスなんですけど、問題はですね、これ4つ DC モーターついてるんだけど、その4つの DC モーター、ブラシのある DC モーターなんだけど、特性がですね、微妙に全部異なるから、直線を走らせるときにですね、回転が4つ、微妙に違うからまっすぐ走ってくんないんですよね。微妙にカーブしながらまっすぐ走るような状態だったんです。で、これをですね、まっすぐ走らせるような厳密な制御をする場合はやっぱりセンサーを、増設して、4つの DC モーターの回転数を合わせる、そうですね、トラクションコントロールみたいな機構を追加しなきゃいけないからかなり難しいですね。回転数を合わせても、そうですね、路面によっては左側が摩擦係数が、左右で違った場合は同じ回転数にしてもまっすぐ走らないから、すごく難しいですよね。だからその F1 でいうところのトラクションコントロールで、タイヤのグリップ状態を分析して、それでもう加速度センサーで車体がまっすぐ向いてるかどうかとか、そういうものをチェックしない限りまっすぐ走らせることは非常に難しいっていうのが分かったことです。で、新しいギアボックスでこれは動いてるんですけど、低速で動いてるんで、それもあると思うんですけど、まっすぐ走ったりまっすぐバックすることは簡単にできました。で、坂道の途中で止まっても、ずり落ちることはないです。きちんとね、いつも、トルクがかかった状態で、上り下り、しているギアボックスなんで、本当に新しく交換したギアボックスの方が本格的に、制御に向いているギアボックスです。それで、ギアボックスの設定なんですけど、トルクは、2.1 キロ、センチあります。1センチの棒の先に、2キロの、ものをぶる下げた時の先端にかかる力だと思っていいと思うんですけど、それが一つのタイヤのトルクの、力になってます。なので、これ車体がですね 1.6 キロあるんで、それが、2.1 キロのトルクがあるタイヤが4つついてるんで、余裕で多分上り下りしてると思います。もうちょっと重くしても上っていけると思うんですけど、この辺はタイヤのグリップの摩擦力との関係もあるから、あと路面の、その状態でも変わってくると思うから、どのぐらいの重さの車体まで OK かっていうのはちょっと、やってみないと分かんないんだけど、まだまだ重くしても走るんじゃないかなっていうぐらいパワーはある感じがしますし、坂の途中で止まっても、ずり落ちない、常にトルクがかかった状態で上り下りしてるっていうのが結構いいなと思います。
で、まあ、停止状態から回転ボタンを押しても、まあ、滑らかに回転してくれるんで、それも坂道のところで、きちんと、動いてくれるんで、操作性はもうかなり良くなったなという感じです。だからですね、作りたい人はですね、私が前回使ったギアボックスよりも今回新しく紹介した少しお高めのギアボックスで作った方が、いいんじゃないでしょうかね。制御しやすいと思います。まあ以上でこれで、まあ、説明を終わりにしたいと思います。